はい、どうも、野獣です。今日はね、僕のすごい大切な友人の、クロノ PY2 君と固定をしたので、動画を上げさせていただきたいと思います。クロノ PY2 君っていうのは、ブルーフレームキャラポ1位の男でして、結構マナーが悪いみたいな話は聞くんですけど、別に僕に対してはそんなマナー悪くもないんで、結構仲良くさせてはいただいてるんですけどね。ただブルーフレームっていうキャラクターに関してはかなり強いんで、マナー悪いって言われるのもしょうがないとは思いますけどね。あとは彼は、愛知出身で、違う、名古屋出身か。で、名古屋城が好きということですね。名古屋城って何なんだって話なんですけど、深くは触れないことにしましょう。いや、ブーメランの使い方がやっぱうまいというか、いや、逆にこれ普通なんですかね。で、今これすごいのが、アンカーをぴょんかくで避けてる。これがね、ケルディムにはできない芸当ですよね。やっぱキャラが強いと思います。なんか覚醒落ちが見えた気がしたけど、やっぱ2戦と組んだら、なんていうんですかね、いかに僕ゼロ落ち狙ってその2戦に爆弾していただくか。で、あとは覚醒と合わせてシルビ送らせていただくかっていうのを結構意識してやってますね。ただあんまりシルビ生かしてももらえませんでしたね。でもこの覚醒、このフルコーンの、覚醒のこのサブ連打とかどうやって防げばいいんですかね。これネクラメインが刺さって試合終了ということで、ちょっとじゃあ僕の視点も見ましょうか。はい、じゃあ次は僕の視点ということで、対面がフルコーンと、ブリッツってことで、もう割と積んでる対面ではあるんですけどね。ここでいかに勝利をつかむかが僕というか、そのケルディム使いの腕の見せ所というところですね。この今キャラポ1位同士で組んでるんですけど、必ずしもキャラクターポイント1位の人たちは強いいわけじゃないというか、強くないですよね。キャラポ1位っていうのは別に誇れることではなくて、恥ずかしいと思った方が僕はいいと思うんですよ。暇人の証明というかね。このカクチャーがでもケルディムはやっぱ強いと思いますね。こうなるともう2人とも動きが早すぎて、もうメイン取れないというか、ただやっぱここは野獣の勘でね、ボタンを押すと、当たることもありますね。さあ、難しいですね。今、明らかにこれ自分にシルビ貼るとこでしょう。これもでも結構やっちゃうんですよね。ただこのシールドビットも多分、あんまり意味がなかったというか、もう完全に貼る方をミスってますよね。この覚醒は僕的には70点くらいの覚醒ですね。さあ、ネクラメイン。いやー、ありがとうございます。なんていうんですかね、この対面に勝てるのはなかなかないんで、すごい嬉しい試合でした。どうもありがとうございます。次はね、フルコーンと、ガナーザクウォリアの対面を見ていこうと思います。ただちょっと対面がどっちも筋プレなんで、ちょっとまずいかなーって動画あったんですけど、やっぱここは前衛の腕の見せ所ですね。フルコーンが強いか、ブルーフレームが強いか。お察しなんですけどね、それは。ただやっぱ、フルコーンに関してはもう、今のメインも相当強いし、僕からするとどうやって勝てばいいのか全然わかんないんですけどね。それでも結構ダメ取ってくれてる。だからこのシールドビットが多分、完全になんか裏目に出てますよね。シルビ来た、攻めに行こうと思ったら、一瞬で剥がされて、で、防げるはずのプレッシャーを食らってしまうという、しょうもないですよね。さあ、ここで、フルコーンやりたい放題。カウンターと思ったら、いい援護ですね。これはもう、攻撃力の差が出てますね。しかしこれ、ネクラカウンターが決まって、フルコーンが1落ち。でもガナザクもいつの間にか結構削られてますよね。
いや、あの上昇を食うブーメランが本当に強いですね。まあ、ブーメランじゃなくてあのタクティカルアームズらしいんですけどね、あの正式名称は。さあインパルス打ちましたけど、僕これが打ちたいだけのプレイヤー結構あの腹立つんですよね。まあいいや。さあここでいかに取ってくれるか覚醒、まあ、そういえば一落ち前に覚醒使ってなかったんですね。覚醒使うときにやっぱ僕フル角を意識して、まあその半角吐けないときはフル角を意識して使ってるんですけどね。あらいつの間にかガナザク落ちてるし、フルコーンも、いやでもこれ取れないですよね、早すぎて。ほらスパーマ、あー振り終わったらもう判定がないんですよね、外して。ああいやかっこいいな。じゃあちょっと次は僕の視点も見てみましょう。まあガナザクが狙い目のタイミングだと思うんですけど、んー、まあ、あんまり僕の方見てないんで、これは結構ダメ取りやすいと思います。やっぱ割と信頼してはいるんで、まあ、フルコーンも相方に任せてやってますね。まあ、ただ金沢くんもやっぱ僕は強いと思いますね。結構やっぱブルーフレームが削られてるんで、こういうの見ると結構焦っちゃうんですよね。やっぱ通話があるとやっぱシルビーも、これ実はあの覚醒あるなと思ってシートビット送ったんですけど、覚醒なかったんで結構裏目に出ちゃってますね。いやこれでこれから結構逃げるのは難しいんですよね。いやでもこれで今思ったんですけど、あのブルーフレームが死んでもブーメランの判定があるんですね。カウンターはやっぱり、うん、出しとくというか、第三形態になると、まあ、結構降ってきてくれるフルコーンもいらっしゃるんで使っていきたいですね、積極的に。うーん、こうなるとやっぱもう焦っちゃって、さあここでなんていうんですかね、これミサイルで打ち上げたけど弾切れみたいな、でその打ち上げを取るだけに、取るためだけに覚醒をした、どうなんですかね。これ覚醒としてはやっぱ50点を切ってる気がしますね、僕としては。だっても覚醒ないし、まあ、ブルーフレームが1回落ちて、まあ、縦頑張ればもう1回溜まるかもしれませんね。いや早すぎ。ブルーフレームの覚醒も相当早くて僕からすると反応できないんですよね。さあここでフルコーン逃げればいいと思うんですけどね、僕は。いて、いやおかしいだろ、250くらい減ったでしょ今。まあ、ここでねやっぱ決めてくれちゃうんですごい気が楽になりますけどね。本当にフルコーン相手によくやると思います。どうもありがとうございました。